ノッコンティラさん始まるぜ。カルボンのカルボンいけんの金持ち一緒 TikTok って稼げる、うん、お父さんが仕事してるタイプはどんな子なの。ちょっとレグビーセックこんにちは、ノコンティラですこんにちはこんにちはえ、なんか言うんすか。いや、全然返してくれへんから今日ね、来ちゃいました、ナンバー俺、ラグビー界でさ、はい、結構体でかくてパワフルなイメージ言ってんねんけどめちゃくちゃ俺よりも大食いの怪物元ラガーマンがいてるらしい。へー、そう、TikTok とかでもめっちゃ有名らしくてなんか、そいつと一緒にちょっと店潰そうかな思って横綱っていう店やねんけどこんなプリンとかこんな唐揚げとかデカ盛りのそうあんねん。だからあのなんかお前ら食える分だったら食ってみろやっていう感じで外人に言われたから食えるやついてねえんだわっつってボビオロゴみたいなやつが言ってきよったな。見た目は分からんでしょ電話やから完全に食ったろかな一人やったらあれやから二人で力合わせて店潰したろ。ちょっととりあえずあのこのまま回すけどあの向こうはあの TikTok 界で YouTube とかでもいいキャラみたいになってるからもうリアルに回すからもうごめんなタバコとか吸ってたら知らんでもタバコ吸ってたりなんかナンパとかしてても俺知らんから一人でなこれも今日会うん初めてやからさあれリーチのマイルドおるぞおはようございます。おはよう。いや、どういう状況どういう状況どういう友達、早っ。絶対行くわけじゃん。ここかな。ここ…え、ああ、そう、ほんなこれ。ここよ、ここ。お前は本当に何を撮ってんの。え、なんとなくなんとなくもう、先入っとったら、ほんま、あの、ラグビー界の先輩とで上位関係厳しいですもんね。心よくね、放送させてくれるこれ、すごいよねこれと、これとか、これとかこれでもいっぱいあるんだよ、プリンとかもバリでかいよ。だって今日ちゃうやん、おリーチで来てない。あかんやんか、ちゃんとしてくれると誰しょ俺やか、むちゃくちゃ雑いからこれどれっていうぐらい、雑いわちゃんとしてくれると。え、なんか、え、なんかタッチ的にキリッと眉毛じゃない。書きながらずっと笑うやめてくれ。なんか絶対に何かつけたよ。何かついた。何かついたよな。センサーみたいな感じだったよな。なんかみんなあれやな、厚着やな。違う、真冬。じゃあ今もう真冬。いや、あの今日の来る子も薄着やと思うよ。こんなんで来るか普通。あのね、ラグビー界っていうのは基本的に、うん、あの10分前行動。ああ、まあ絶対やわな。そう今何時、はい、今もう1分過ぎてます。はいはい、まあもうちゃんと上位関係しっかり教えるから。ああ、もうそうやね、うん、ちょっと待っておきましょう。来たぞ。ほんまで来てね、怪物現れました。ハルコくん、ハルコくん、はじめまして。はじめまして。ハルコくん、おっきい。ハルコくん、ハルコくん、遅刻だよ。いや、どっちがですか。え、僕も30分前からおるっすよ。そうやった。真面目なんで。いや、はるか君、いや、見てみんな、はるか君です。今日よろしくお願いします。お願いします。なんか、それ、めっちゃ男前多くない。僕以外、みんな男前。めっちゃ男前や、見てうち。扱いが雑いわ。それは違うでしょ。リーチマイケルのパクリ。リーチとは違う。リーチのパクリやね。これなんですか、こんな真ん中のやつ。これなんか今日気合い入れるっていうのは、ちょっと一応ほくるだけ。気合の入り方おかしいね。いつも気合の入り方がおかしいね。今日ね、ハルグ君、ここでちょっと2人で、はい、でっかい食いもあるらしいから。ああ、いいですね。そう、ちょっとバチ食いしたろうかな、ハルグ君。入れる？もう空いてるお腹。お腹空いてます。空いてる？じゃあ行きましょう。行こう、ハルグ。すっごいな。土が姉妹みたいな土。レンジャーでもなれてる。行こう。でかすぎやん。二人ともでかいね。これだけで来てくれたらしいよ、ハルくん。そうっすよ、ノッコンさんも。
え、マジで？はい、すごっ、夢になりましたね。でもノッコンさんって言うけど TikTok 全然フォローとかしてくれへん。いや、笑いでごまかしても無理やろ。迫力欲しい、箱欲しいやん、俺も。はるかからされてるでみたいな、全然してくれへん。それはコラボ終わった後やねんか。あ、してくれんねん、してくれんねん、してくれんねん。ちょっと席座りましょうか。ハルクね。いや、今日ハルク君、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとやっぱ俺らの食いっぷり見せたくて、はい、ハルク君チャンネルってさ、でもさ、はい、女の子めっちゃ多いやんか。あのおっさん誰やねんって絶対こっちなってるで。こっちは大丈夫やけど、あ、ハルク君やってなるけど、こっちなんやねん、あのおっさんってなってるで。大丈夫？そうなるかもしれない。なるよね。それで、女の子ファンが増えるかもしれない。それがね、増えへんのよ。99% 男やねんから。そう。99% はやばいよ。え、何パー？ほんと何パーなのこっちは。60、40ぐらい。すごっ、羨ましい。ビジュアルそんな変わらんのに何が違う？全然ちゃいます。何？全然ちゃいます。髪の毛とりあえず緑にせな。何が？いや、ちょっと黒い時から人気あったよな。あ、最初の料理なんだ。うわ、えっぐ、ね、やばい、やばいわ、これの。ていうか、ちょっと待って。おい、そうだよ。リーチマイルド何してんの？バイトよ、バイト、バイトよ。バイト、バイト。お先オープニングおったけど。おったやんな。バイト、バイト、これバイト。え、ここで働いてんの？そう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 。あ、そうなの。今日こう、このコントパターン。ここで働いてるらしいよ。ほら、誰も喋れないよ、今のところまだ。食べたやつ。いてない、いてない、いてない。いてない。いてないよ、まだ。マジで。いける？いや、そんな楽勝でしょ。大きいだけちゃう？いけるよ。いける？うん、え、みんな、みんなさ、仕事辞めてんの？もう僕らもそうです、もともと映像の方で。辞めた。やめはった。すごい、ハルク君やめていけてたん、全然いけんの。やめる前から活動してました、この TikTok、YouTube の。 YouTube ででもそんな最近やな、なんかそのやりはしたんで。そうですね、 TikTok が先です。 TikTok って稼げるもん。ハルク君若いもんな、そういうの。何歳なの？僕今年25の年です。 25?どうすんのこれか、どうしていくの。教えてよ、この先。一回り上の人間が先を聞くんだ。いや俺の先なんてもう知れてるやん。もうゴールはもうそこやけど、ハルクもまだだって23、4なの。いや、5ですって。全然話聞いてないですよ。誰かにもなく、こうタレントでやっていくみたいな感じ。タレントっていうよりは、なんだろう。なんかも大きな目的しか考えてないんですよ、うんうんうん、なんか人のためになるような仕事がしたい。ああ、なるほどなるほど。ユニセフ的な。ああ、なるほどね。すごいな、これは。え、めちゃくちゃでかいのが来た。やば。はい、どうぞ。なんかお前持ってきた腹立つわ。一番おいしいよ。なんか乾杯、あるんだ。乾杯。あ、うまいわ。いただきます。いただきます。うまい。あのさ、いつもめっちゃ食べてるやんか。はい、ほんまに食べてる。食べてます。あの量めちゃくちゃ絶対ここら辺食べてるやん。いや僕は別でコンビニで買ってます。そうです。へー、マジで、はい、だいぶ時間はかかるけど。そうですね、時間はかけて食べてます。あのハルク君の夜食クッキングってめっちゃ作ってるやん。はい、あれも食べるの？あれ全部食べてます。残したことはないですね。えぐいな、イカ水な。イカ水じゃないと思う。この体でイカ水はないやん。普通太るってあんなん食ってたら太れへん、太ってへん、筋肉質やん。めっちゃその分動いてるっすもんね。筋トレめっちゃやってるっすもんね。ベンチプレスやばいっすよね。210キロ上げてないですか。うん、まあそうやね。マウンター取られた。カルトもそれがエッチいんじゃん。もう今やったら早くやってないの。まあ、いや、やってるっすけど。どんぐらいな。僕190っす。あ、そっか、もうちょっとやな。じゃあ、マウント食べますやん。でもそれ以外は多分負けてると思う。あの、懸垂とかめっちゃできるやん。俺、懸垂2回ぐらいしかできる。そもそもの体重が重たいやん。まあまあまあ、今120キロぐらいやろ。はい、30キロでやっぱ変わるか。150ですか。
食べるの早っ。てかそんなん食っとったら太るって。筋トレとかじゃなくて太らへんのがすごいよな。ちょっとごめんな。ほら全然、いやだいぶあるでしょ。カチカチやん。俺腹触ってみる。なんか違う意味で硬いわ。こんなんやろ。こんなん詰まってる、詰まってる、詰まってる、うん、肉が。あの、何の世代なの。僕ここ同じなんですよ。あの、昔からずっと撮ってる子はこの子。そうなんです。一緒にやってる子、はい、あ、ほんまん。この世代は、アルク君が、あの、一緒にやったら金儲けできると思って後で来た。悪い言い方。この二人は一番言い方悪い。リーチマイルドもそうやからな。リーチマイルドも後からな、金儲けろもできてるもんな。そうそうそう。ほんで今って5倍出してる。できてないですね。悪いな。めっちゃ対抗心もして食べてますよ。二人でな、二人でやるから今日は。ハルフ君昔からあんな多いの。いや、大学入ってるから。あ、うわ、ほっとけ。はい、うまい。もう一緒に食べて。なんやねん、お前これ。一緒に食べてても肉胃もたれこすいけるやん。えいけるやろ。いけるわ、お湯だやろ。食ったことないやろ。お、まだおらんよ。うん、俺らは食べるから。食べれるじゃん。うん、これこんなんすごいね。これブツブツなんで顔合わせた。ハルト君彼女いてんの。まだ恋愛してます。嘘つけよお前。モテようとしてんじゃねえよ。絶対嘘だよ。本当におらんすの。あんなにモテてておらんわけないや。あんなにさ、なんか中学生からさ、大人の人までさ、あのさ、ライブとかでさ、見たらさ、みんなさ、ヘリク君げっくり、ヘリク君、ヘリク君、ヘリク君待ったやんか。めっちゃ見てる。俺、おっさんしか来おへんからね。めっちゃ嫉妬してますね。うまいやんか、そんなの。ほんまにおらんの。ほんまにないっす。作ってない。禁止令が出てるんですよ。え？あかんて。恋愛禁止令です。めっちゃ無理ですやん。えぐ。なんか、キャラ。アイドルですか？まあでもほんま、すごいアイドルみたいなもんすね。もう、もう女性ファンが多すぎて、うん、羨ましい。なんでやねん、すごいこと見てる。なんかさ、でもいいよな、あのさ、YouTube もさ、TikTok もさ、ハルククッキングで飯食うてるだけやんか。ほんでめっちゃ人気やん、変な話。俺なんかさ、いろんなやつとさ、もう、なあ、有名なんて頑張ってさ、ラグビー広めるためにさ、へぇ、へぇっつってさ、汗なくなってさ、じじおっさんの36やで、ね、俺36であんなやってさ、まだ俺3万人ぐらいしか YouTube おらんねんから。でも再生回数えげつないっすね。再生回数はそれはあれやけどさ、いいよな。俺の飯食ってそんなんさ、ね、6万人ぐらいいけたらめっちゃ良くない、ね、だから今日はもうほんまそれを目指してるから。いけそうやけどな、このハルグ君のこっちの声がこっちにガッサー切れる。まず口の悪さで無理かもしれない。待ってますよ。待ってますんで。その顔。ちょっとお腹いっぱいになってきたんじゃん。全然さ、しょぼ。今聞いてました。えぐい。うん、やば。うわ、どこで。ここ、ここ、はい。ソース二度漬け禁止って書いてるけど、そのソース使ってね。だからこのカツオ節がすごくない、うん、これ、これあげんなよ。カツオ節が腹張るからさ。うまい。お腹いっぱいなんやろ。やめた時も俺が食べるわ。ちょっと味、うん、ちょっと味変して、ハルくん。いつまでうまいっていう感覚があるの。そのこんだけ食って最後まであるの。え、急に来るんですよ。うわ来たみたいな。もう食いたくないって急に来るんですよ。ハルくん今度さ、はい、一緒にさ、はい、なんかラグビー広めるためにさ、はい、2人でタッグ組んでさ、はい、なんかちょっと格闘が挑みに行こうよ。格闘か。柔道とかやったらいいけどな。やったことないけど。柔道とかでもいいな。誰言いたい、誰言いたい。相撲とか。相撲マジやめ、相撲マジやめた方がいいで。なんですか。めちゃめちゃエグかったよ。エグ、エグ、エグすぎるよ。あのちっちゃい富坂って言ってるやん。ああ、知ってます。のやつだけど、もうめっちゃ強かった。
もうレベルちゃうかったな、相撲、うん、もうバーンやられたらボーン吹っ飛んでたもん。説明下手。バーンやられたらボーン。タクト君何系 YouTuber なの？ラグビー系 YouTuber なの？筋トレ系、飯筋トレ系 YouTuber。 どういうそんなジャンルあんの？羨ましいわ。でも、すっごいお腹いっぱい。まだ春子は余裕ですか？うん、まだまだありますよ。何をそんな食い物をいっぱい食べることがあるんですよ。ある程度でええやん、もうそんなのさ、これぐらいでいいの人間。何をこんな食べることがあるの？なんかいっぱい腹パンパンにならないと気が済まない。なんか食べた感じがしないってさ、腹八分が嫌な人間。いや、腹八分ってこんだけ食わな、腹十分になれへん。すごいな、ほんまに。絶対おかしいってからな。いや、ほんで大食い対決しよう言うたの寺田さんっすよ。え、なんでそんな感じになってるんですか？いや、めちゃめちゃ強いから。拗ねてますやん。でも俺、ハルク君と戦うのはちょっと想像できへんくて。なんかすごい可愛いやんか、ハルク君。ありがとうございます。すごいわ。はい、早食べるの、うん、見せてですか、さ、そら。すごいな。うわ、寺田さんおる。あとむっちゃある。めっちゃ頑張って食べたけど、やっと腰に手が出た。俺の中でやっぱりハルム君ってラグビーユーチューバーでもあるよ、俺の中で。ラグビーを流行らすこのうちの一人やと思う。なんか、うん、俺の中で敵じゃないね。だから戦う必要はない、ね。そうですね、もともとラグビーやってたんで、僕もラグビー広めたいですもん。しかもバックやったらしい。絶対ですね。ほんま言ってるもん。バックスだって。しかも、まあ、俺もバックスやけど、同じタイプやと思うんですか。バッコン強系やろ。強烈やん。バッコン強系ですね。で、センターウィング、うん、センター、センターウィングナンバー8やってます。あ、ナンバー8やってたんや。まあでも一緒やな。じゃあさ、ウィングプロップですよね。なんでやねん。ミスマッチや。鍛えたことない。いろんな意味でミスマッチや。相手もええし、これがやばい。多分ポテトやばい、うん、家めっちゃでかいよな。金持ち多少。お父さん何仕事してんの？めっちゃでかい。これって言っていいんかな。いいよ。ダメだろ。ダメだ。厳しいな、マネージャー。でも、ちょっとこそっと教えて。俺も絶対言わんから。どうした？だからか。なるほど、そりゃそうやわな、うん、あと3つ、お、いきます。頑張れナフトさん、頑張れ。頑張れナフトスパート。たこ焼きってこんなんて食うもんちゃうやろ。昼休み。今ピットネスの顔やったの。きつい練習の顔やった。一番最後のプロップの登場。いやー、あ、取れた。なんか、はい、ありがとうございます、はい。重たいの、これがめちゃくちゃ重たい。3キロぐらいあるんじゃん。あ、ほんまや、あるかも。え、普段トレーニングされてるんですか？してるジムでジムでして、でも俺基本的になんかもうビッグスリー的なしかやれへんかな、基本的には。あ、懸垂とかあんまそういうのやれへん。デッドが270。うわ、スクワットはでも俺あんま強くないと思う。マックスって怖いくない、スクワットって。まあ多少怖いですけど、やっぱ膝が。そうだからもういつも200とかでガチャガチャってやる感じ。もうマックス上がったことないけど、でも多分負けてると思う、下半身とか。マックス250です。デッドなんぼなん？250です。ん？250。250なんだ。めっちゃ気に入った。うるせえ、マジで。弱くはないよね。20しか変わらんけど、うるさいんだ。くそ、マジで。いや、これがトレーニングの糧となるんだよ。くそのゴンみたいな。なるほどね、自分の限界を知りたいと思って。はい、なるほど。ありがとうございます。まだでも自分の限界を感じないとかじゃない。そうですね、もう食べてるとこ見てますよ。すっごい美味しそうやな。ねえ、
ネグで不毛のやめようやん。しかも一番軽いナス。野菜？ナスで、ナスに。いやなんか俺すごいめっちゃ心強いもん。どっちが食べれるかじゃなくて、うん、今見守ってるから。保護者弟がどんだけ食べるか。そんな感じか、うん、髪の毛の色それでもうずっといく。これでずっといくよって。緑でいく。いい感じやな。それ合うし、ハルクやからその髪の毛でいく。そうっす。俺も染めようかな。あ、いいじゃないですか。絶対、うん、何色にします。緑？ノッカロードしてる。めちゃくちゃノッカロードしてるよ。濃いめの緑。モノカブリ。絶対赤いやつ。パコテロイドあれやな。赤と茶色なんですか？ああ、そうやな。赤。赤っぽいですね。赤はずっと俺赤着てるもんな。でも俺仕事してるから。テレビ出るんじゃん、もう言うてる間に。なんかね。オファーはなんかで来たね。何の？FBS。 え4つぐらい。マジで出へんの？まあ、いろいろ被ってたんで。なんか隠してるな。いや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 、何を使ってないんですか？映画だな。映画何か映画出ようとしてるな。映画出たい。俺映画出たいエキストラで。ハルク君ってさ、あの TikTok とかで見ててさ、優しいやん。はい、うん、まあ、優しいやろうけど、ほんまかいな思ってたよ。今日喋ってたら、ほんまに優しいよ。それは僕も同じですよ。ノッコンさんめっちゃ優しいですもん。え、もともと、じゃあやめて、笑ってもらうからさ。やめて、ほんま俺照れるねん。え、あの、直近、あの、ポーランドの人とやってたじゃないですか。うんうんうん、やっぱ強かったですか。なんか、結構、うん、他の人よりパンチ重った見えたんですけど。めちゃめちゃ強かった。だから他の方とちょっと違う気がしたっすもんね、見てて。でもノッコンさんもパンチキックめちゃくちゃ上手くないですか？え、見てる、見てる、見てる。そうえ、格闘技経験はゼロですか？ないないない経ないけど、プライドとかそんな結構見てた。天才の言い方っすよ。こんな感じだよ、基本的に。でローキックの重りが違うもんね。なんかもうバフみたいな、もう膝が折れる。やったらいいよ、ハルク君。ハルク君戦ったら絶対バズると思うね。キャラじゃないもんな。マジで。だってな、正直俺な戦ってるやんか。なんかもう最近俺ばっか戦って疲れてくんねやんか。なんかもう一人欲しいね。戦いました。なんか一緒に戦う、まああのリーチマイルドも戦ってくれるし、コラプシング溝川ってやつも戦ってくれんねんけど、いかんせん弱いねん。言うな。僕は平和に行きたいですね。ユニセフ。ユニセフ。そりゃそうや。はい、ある部分は。人殴りたくないですもんね。優しいわ。わかるよ。俺も一緒。全く一緒。人なんて殴るの。とりあえず。無理や。無理や。何してんねん。あの食えや。お腹いっぱいやねんもん。人を見た殴り合いやらしても弱い言うとおり。飯食えやん、ほんま。ちょっとリーチマイルド一瞬ちょっと変わってよ。一回お前の底力を一回にしてるな。いや違うし。全然ちゃう。これで多分分かると思うね、ハルク君の大きさ。俺身長170あったらいいな。ないやんじゃん。ないない。あったらいいな程度。何飲んでるんですか？え、ハイボール。じゃ酒飲んでる。こいつ酒飲んでる。じゃ酒飲んでる。すぐ酒飲んでる。ま、いや普通に食べるだけやろ。顔赤。そうやな。酒飲んで顔赤。顔赤い。顔赤い。めっちゃうまいな。なんでハルク君とジジイが飯食ってるの？ YouTube で流すんですか？誰がジジイ？どうハルク君横のやつ。安心感がなくなった。どういう意味で？どういう意味で安心感？なやっぱ大きい人と安心するとか。ああ、そういうこと。ハルク君でかいな、ほんまに。安
れてないハルク。ハルク君のこと安心させんな。じゃあまあハルク君どう？今お腹いっぱいになってきたよ。ぶっちゃけ。これは多分いけますね。でもハルク君さ、俺初め DM 送ったやんか。はい。ハルク君ちょっとコラボしましょうよって。はい。帰ってきた1ヶ月ぐらい先だったやんか。迷ってた。いや違う。こいつとやるか迷ってたよ。こいつとやろうかって。結構 DM がやばすぎて埋もれることがあるんですよ。あ、そうなんや。一日どれぐらいだろう。めちゃくちゃ来るから。うわ、ハルク君無視してるやん。もう行こう思ったもん。博多の方まで行こう思ったもん。DM を見返してたら、うん、この寺田みたいな、うん、この人やみたいな、もう すぐチェンジしました。気づいたら、すぐチェンジしてくれたもん。はい、チェンジしてくれた。チェンジ。かわいい。かわいいんだけど。いるの触り方。もうそんな女の子と遊んでるなんてやったら、もう何人の女の子が泣くか。うん、そうっすよ。遊ばないもん俺は。そうっすよ。え、でもさ、その25とかやったらさ、どうしようもない時ってあるやん。例えばやけど、こいつだったらどうしようもない時は怖っ TikTok ライブの女食べてんねやんか、こいつ。例えばやけど怖っ。例えば怖っ。そういう時はどうすんの？あるの？うわ、遊びたいわって自分を殺します。え、自分を殺して自分だけで終わらせる。あ、なるほど。1000円握りしめてホテルのあのカード買いに行って。なんでホテルだ。カード買うのも気使うわ、そんなの。かわいそうなってきた、ハルク君。まあでも今からな、だってハルク君これからビッグなっていったらさ、変な話、もうアイドルとかも食えるようになるかもしれないから。それ表現の仕方悪いけどね。食えるっていう言い方は金って言いましょう。それはそっちでいく。クッキングって言いましょう。女優クッキングできる。女優クッキング、ハルク君の女優夜食クッキング。女優クッキングいいっすね。え、誰が好きなの？ちなみに女優は誰が好きなの？誰だろう。タイプはどんな子なの？ちょっと教えてよ。タイプ教えてよ。まずブラジル言ってるやん。ブラジルめっちゃグラマラスの好きやん。ブラジル人やって、あのケツフル系やろ。だからでっかいのが好きなんですよ。あ、お尻が大きいのが好き。いや、どっちも全て。ハルク君はブラジル人が好き。嘘悪いわ。マジで悪いわ、本当に。言ったここ。え、寺田さんはどんなんですか？俺嫁一筋やな。うわ、ずるっ。ずる。それずるいですね。え、アンチみたいなのおらんの？あれ、全くない。マジで全くおらんね、本当に。え、な、怖いぐらい。なんでなんやろな。迷惑 YouTuber っすやん。お迷惑炎上っすやん。ヘズマリュウ。ヘズマリュウ。顔似てるよ。ずっとアンチ行くもんな。ヘズマリュウと、あと NHK をぶっ壊れて言われたんすね。見てるってめっちゃ昨日コメント欄にこの人絶対大衆臭いって言われた。書いてた。すごい書いてました。あんな、ハルク君のコメント欄にあんな書いてる見たことない。確かに。何がちゃうの？どうせじゃん。いや、やっぱオラオラしてるんですよ。ハルク君のこの優しい感じが出てないんですよ。あ、なるほどね。はい。だから、鼻につくんや、オラオラ。そうなんですよ。ちょっと今ちょっと変えてみていい？今、はい、キャラでオラオラできてや。了解です。そう、違うよ。おとなしい。なんか言うてくれんと。なんか言うてくれ。全然食ってない。食えやん。はい、お前、あ、そっちあるやん。こっちつけるよ。あ、こっちですか。すいません。ただ気弱い子。これではあんた逆に増えます。また増えます。逆に増えます。はい、これではあかんわ。ハルク君っていう人間と触れて、なんか俺もすごい心洗われてる。ほんまにわかるやろ。見て、カメラに向いてないから体こっちに向いてるから。うん、こういう人間ハルク君、人をこう向けてしまう人間なわけ。ただ問題なんはブラジル人が好きなの。
止め止めです。止め止め。だからノックオン寺田もちょっとね、女性ファン増やした方がいいですよ。ほんまそうやんな。やってることちょっと変えなあかんかもしれないな。うん、戦ってばっかやったらあかんねんね。どんなんがいいか聞いた方がいいんじゃないですか。あでも食べてるだけ。食べて筋トレしてるだけよ。自然が一番なんじゃないですか。あ、いっぱい食べたな、ハルくん。腹いっぱいです。なあ、もうちょっと食べれるこれ、いける？いや、これはちょっと厳しい。かなり食べたな。でも残すもったいないよな。はい。食べられてるんだよ、ほら。てか、お前、全然食べてないよ。もう食べろよ。俺？お前、お前食べろよ。俺関係ない。お前、店員やろ、早く。うん、店員やろ。で、まあ、店員やけど。店員やでいいから。あ、頼むわ。お疲れ。ハルク。これ、マグロ。ハルクのお腹いっぱい。ちょっと待ってって。よろしくお願いします。ハルク、遊びに行こう、ハルク。はい。あかんて、あかんて、あかんて。ごめん、ね、ここ真っ赤っかい。ごめんなさい。わ、真っ赤っかい。ほんまに。あ、ここはもうここからな。いや、ほぼ何言ってるか分からん。ハルク、俺ズボンないねんか。はい。短いの。はい。ちょっとこれ、いい？ちょうだい。これは僕のせい。いや、でも、俺ないねん。はい、ここちょうだい。いや、これはこれちょっと。いや、これやめや、やめえや。何やろ。ちょ、ちょ、やめてやめてやめて。何してるの、何してるの、何してるの。お前やばい、やばい、やばい、あかんで、ほんまに怖いから。開けてくれる、開けてくれる、開けてくれてるけど、おかしいで、この状況。なあ、なあ、ちょっと危ない、危ない、危ない、おかしい、言うてる、危ない、言うてる、危ない、捨てんねん、お前。なあ、あかんて、今から捨てられんの。なあ、ハルク君もずっと頭触ってるけど。なあ、捨てられるわ、やばい。やめて。お前を南マグロやめてくれ。なあ、もうお前の最後じゃ。え、うせや。お前の最後じゃ。嘘。やめて。さよなら、さよなら。勘弁して。いや、あかんて、あかんて、あかんて、まだ履いたことないんやって。あかんて。の。うわ、あかん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 。最後、こんな落ちた。いやいや、最後落とせや、落とせって。なあ、仲良くなっとるやないか、あの二人。